水木しげるロードに設置されている豆だぬきのブロンズ像豆だぬきは日本に伝わるタヌキの妖怪西日本に伝承されているほか江戸時代の祈談集絵本百物語にも記述がある土佐化け物絵本にある高知県の豆だぬきの妖怪丹山陽地方の豆だぬき山陽地方では豆だぬきを豆だと呼び山村の旧家の南土にいるもので時折さん 4歳ほどの子供くらいの大きさの老婆の姿に、化け、難度に、無言で座っていることがあるという。兵庫県の豆だぬき明治時代の作家、和し三郎によれば、酒造が盛んな兵庫県灘地方では、酒蔵が立ち始めた頃から、豆だぬきが住み慣れるようになり、酒造りの最中に虫米を拾いに来たり、酒桶の線も抜けていないのに、 中の酒が吹き出るような音をさせて人を脅かしたり、真夜中に大きなたらい状のものを転がす音や雨だれの音を立てたり、下駄の足音と玄関の戸が開く音を立てて客が来たように人を化かしたりしたという。この地の豆だぬきは、こうしたいたずらを好むにもかかわらず、酒造の業者にはあがめられ、蔵に豆だぬきが1、2匹はいないと良い酒ができないと言われていた。 しがらき焼きのたぬきの置物の定番の小道具である。とっくりと長面は、この豆だぬきと酒の関連に由来するものと考えられている。徳島県の豆だぬき徳島県の豆だぬきは夜になると山頂に火を灯したといい、それは次の日に必ず雨。高知県の豆だぬき江戸時代末期から明治時代初期にかけての作と言われる、妖怪絵巻、土さ化け物絵本によれば、 土佐国の末村のある家で、女性が便所へ入ったところ、四、五尺の坊主のようなものが、女性の尻にいたずらをした。この坊主の正体が豆だぬきだったという。豆だぬきは人につくものとの説もあるが、つく相手は豆だぬきに、悪さをした人間のみという。ある時に、手造で働いていた男が豆だぬきに唾を吐きかけた、ために豆だぬきに疲れ、行方がわからなくなった。四日目に、 蔵の奥で呆然自出としている男が発見されたが、皮膚の下を、コブのようなものが走り回っていた。ついた豆だぬきはなかなか落ちなかったが、豆だぬきを祀る約束をしたことでようやく落ち、森序大名人という祠が建てられて、人々に崇められたという。大阪地方では特に人についた話が多く、心霊学者、岡田見聞の著書、動物界霊医師でも、以下のような事例を述べている。 明治40年、大阪の東区谷町のある人物に豆だぬきがつき、依頼を受けた霊能者がそのものの家に赴いたところ、その患者の背後には2、3匹の豆だぬきが見えたが、霊能者が術を施したところ、患者の左腕にコブができ、それが腕伝いに指先へと移動し、灰色の水飴状のものが指から床に滴り落ちた。その物体は、 小さなゅうほどの大きさになって、高速で旋回したが、やがて動きを止めた。ところがその家の戸口を偶然にも巡回中の巡査が通りかかり、先の物体は素早く家から飛び出して、巡査の胸に取り付いた。すると巡査は狂乱状態となって、サーベルを振り回しながら走り去った。先に疲れていた患者は全開したものの、巡査がその後どうなったかは不明という。 竹原俊仙が絵本百物語より豆だぬき絵本百物語の記述によれば広げると八畳もある陰謀を持ち関西異跡に多く住んでいたという犬くらいの大きさで通常の狸よりもずっと知能が高く陰謀に息を吹きかけることで大きく広げて部屋などの幻を人に見せたり自ら陰謀をかぶって別のものに化けたりしたという元六年間 ロヤマという廃会師が、日向国の高千穂にいる、趣味仲間の家に泊めてもらった。その夜、八畳で仲間と俳句を作っていた。ロさんは、タバコの吸い殻を、うっかりして、畳に落としてしまった。その途端、畳が一気にまくれ上がったかと思うと、八畳間も家も、消えてしまったという。その畳は、豆だぬきの陰謀でできていたのだ。小説落語、ありがとうございます。